飛鳥先生は、京都大学の基礎物理学研究所長、京都産業大学の理学部教授などを歴任され、現在は、名古屋大学特別教授、名古屋大学素粒集中起源研究機構長、京都産業大学マスター塾教授としてご活躍されています。また皆様ご存知の通り、2008年には、フォークの世代数を予言する対称性のあふれの起源の発見の業績によってノーベル物理学賞を受賞されております。宮本佐奈子学長は、骨髄がんセンター副所長、筑波大学大学院医学研究科長、長浜バイオ大学学部長、研究科長を経まして、2011年より本学学長に就任しております。それでは対談、科学する若き君たちへのメッセージということで、増川先生、宮学長、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。皆さん、こんにちは。これだけ大勢の方々、学生さんはじめ市民の方がおられまして、本当にありがとうございます。長浜バイオ大学の創立以来14年目に入りました。で、長浜バイオ大学ではですね、その研究と教育ということにつきましてですね、いろいろ教職員の方も、ね、一緒になって頑張っておりまして、で、地域の方にもですね、これをまた恩返ししないといけないと、そういうことでありまして、で、私どもは大体1ヶ月に1回そのバイオセミナーというのをやっておりまして、ぜひその増川先生をお呼びしたいということで、実は数年前も一遍考えたことあったんですが、大変お忙しくてちょっとなかなか来ていただけませんでしたけれども、今日晴れてその、バイオセミナーの特別セミナーということと、それからちょうどこの70周年、京都純文学園の70周年ということで来ていただきまして、本当に私どもは嬉しいなと、大学始まって以来のことでありまして、大変私も本当にありがたいと思っているところでございます。それで今増川先生は、ご存知のように2008年にですね、ノーベル物理学賞を取られたんですけど、私はどうもその物理はあまり苦手だということでございまして、ですけれども、今日はですね、でも増川先生のいろんな書き物とかなんかを拝見いたしますと、大変私の思いと本当に一致するような、このノーベル物理学者が教える自分力の磨き方って、こういう本がありましてですね、本当にこれ感激いたしました。まさにこれ大学でですね、私どもがこうやろうとしていることそのものをこう書いていらっしゃるということがありました。今日はでも皆さんお集まりのことでございますので、今日は全体3つぐらいのパートに分けてお伺いしたいと思っております。1つはですね、なんといってもですね、やはりそのノーベル賞っていうのはもう本当に一体どんなものかっていって、こうなかなか私どもですね、直接これをノーベル賞をいただいた方からの肉声を なかなか聞くチャンスがないので、これを最初にそれをちょっとお伺いし、それから真ん中の部分はですね、これからの、若い人ですね、学生さん含めてまして、で私どもを含めてね、どういうふうにしていったら今後ですね、例えば自分の夢を実現しながらこの社会に貢献できるかって、そういうことをいろんな形でお話になっている、このことを中身として言いたいと思います。それから最後にですね、やはり先ほど井口先生のお話もありましたように、やはりこの平和っていうことはすごく大事であるという、そういったことに対してですね、先生のお考えという方、それから将来のですね、私どもはどういうふうにしたらいいかということに関して増川先生のお話を伺えればと、そういうふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。でまずですね、先生にまずちょっとこれあるんですけども、先生がそのノーベル賞をいただかれた時にですね、いろいろ新聞のでですね、特に嬉しくないとかね、なんかそういったことが報道されましたねこれやっぱりこうびっくりなところなんですけども、それは先生どんなことでご発言があったかというか、ちょっとこういうことで失礼かもしれない。いや、ノーベル財団は現地では大変おもてなしの心というか、それは丁寧なものがあったんですが、今年のノーベル賞はあなたに決まりました。でそれに対して、ありがとうございました。でその後がいけない。何か言ったら、このことは30分後にプレスリリースします。それはお前とかそんなに偉いんかと数学のフィールド賞なんかでもですね、
あれ数学とあの物理はまあほとんど同じような学問で基本も同じだと思うんですが、あのノーベル賞は 毎年、物理だったら3名、しかしフィールズ賞は4年に1度で3人、だからフィールズ賞の難しい、だからそのフィールズ賞でですね、あの いらないと言った人がいる、それはいろんな理由があるんですけど、まあ、そうだからあの必ず賞をあのいただくときにはあのそういう可能性もあるので、発表は必ず3、4日後になる、でそれをあと30分後にプレスリリースする、何事だと、お前とそんなに偉いんだよとカチンときたでそれであのあんな発言になりました大変あのぶしつけなこと言いまし た確かにね、あのマスカワ、あマスカワさんと言わないといけないというんですよ。マスカワさんのそのお書きになった中にもですね、やはりそのご自分のやっぱり考え方っていうのは、それがすごくやっぱりこの大事であってですね、やっぱりその自分が正しいと思うことはもう直にあのおっしゃるというようなことをね書いてございまして、あなるほどなと私あのそれをあの読んで本当にあの理解させていただいたところでございます。それで先生、あの、あ、先生じゃない、マスカワさん。あの、そういう、先生、これ、あ、じゃあ、マスカワさん、これまでですね、あの、まあ、大学がですね、名古屋大学に住まれたわけですけれども、これは名古屋大学に住まれたのは、あの、坂田、これは先生と申し上げてですね、非常にあの大きなあのインパクトがあったということですが、どういったところに先生、あのマスカワさんが、はい、あの小学校中学校はもうほとんど勉強しない、あのそんな勉強するよりですね、遊んでた方が面白いでしょ、やらない。でしかしあの高校に行った時も、うん、特に何かになりたいと思って高校に行ったわけじゃない、自分の友達が行くっていうから、じゃあ僕もぐらいで、その高校1年の時の、9月にですね、学習雑誌みたいなところで、名古屋大学の坂田教授が、大変有力な学説を発表したということがあって、書いてあった。でそれは僕にとってびっくり。なぜか言ったら、学問というのは、いや中学校まで考えてもらえば分かると思うんですけどね、教科書に出てくるような話は19世紀までヨーロッパで終わってる、だからもう学問っていうのはもうそこで終わりだと、今は それを受け継いでるだけだと思っていた。でそれが今自分の住んでいる名古屋という、まあ、ちょっと大きいけど地方都市ですね、で動いてるんだと、じゃあ見に行かなきゃいかんと、どうやって科学っていうのが作られてるか、でそれで勉強するモチベーションができた。で名古屋大学に入るのは僕の実力では難しかったので、かなり猛勉強しました。でそれも作戦が良かった理科と数学は、まあ、90% まで取れるだろう、国語も小説読んでるから、まあ、なんとかいくだろう、英語は捨てると捨ててもちゃんと800点ありますからね、まだそうした後は何か言ったら、日本史世界史、日本史世界史は講談社という会社がこう要領よく、まあ、まとめてあるものを売ってるわけですね。でそれを片っ端から、まあ、一月あればみんな覚われたろうと、で一月で覚えました。で3年の時の1月で、2月は体調維持だから
あの映画見に行くと。で帰ってくると、まあ、多少、まあ、忘れてないかというのでちょっとあの覗いてみる。そうするとあの適当に忘れてるもんですね。でそれを補強して、で あとも映画見て歩いてました。で3月、当時は3月3日の、あの3日、3月3日、4日、5日の、あの、の、まあ、時間なんですね。で、それで、あの、終わった時に、まあ、計算してみると、あの、まあ、入ってると。いうので、あの、高校の指導教官のところへ行って、学割くださいって。そしたら、どこ行くんだって。好きに行こうと思ってます。行ったらくれない。また2期国が残ってるだろう。で、しょうがないもんだから、あの自分のお金で行きました。まあ、そんなあの風の、あの学問をやるというよりは、まあ要領良かったんですね。なんか緻密なそのあの計算といいますか、これ科学者としてですね、あのそこまでなんか踏み込んでこう、やられたってことはすごくあの、素晴らしいなと思います。それから先生、あのあで増川さん、あの、それで大学に入られた特に大学の1年2年ですよね、おそらく、まあ、教養とかなんかもあると思うんですが、その頃の大学生活ってどんな感じでございましたか。だからあの大学に入った頃、うん、私が出た高校はあの、まあ、超一流の学校じゃないんで、あの名古屋大学の理学部行った時は一人しかいない。でそれであのこれはあの理科数学の好きな連中を集めなきゃいかんと。で何をやったか言ったら、入学した一番最初の授業がですね、解析、林教授の名前今でも覚えてる、林教授で、あの解析学を授業を始めた。レレギントの切断とかなんかやった。でその時にあのちょっと高級な質問をして、先生にじゃなくてね、あの一緒に並んでいる学友にですね、あのエールを送らなきゃいけないというので、あの先生が複素関数、複素数で微分するということを授業してるから、複素数よりもう少し 高級な資源数であの微分ができるかと質問した。だから林教授はできませんって一言言ってスッと過ぎて、でしかしあの効果があって、次の時間は生物学なんだけども、後ろの方からですね、レポート用紙1枚に6つの問題が書いてある血統書が回ってきました。これを 来週の月曜日までに回答せよと。でそれであのそういう、まあ、数学だとか物理とかそういうものが好きな連中が、まあ、集まるように。最初からそうすると増川さんはその数学がすごくそれを好きだったというふうなこと、これはどういうことですか、ね、あ、英語が嫌いだからです、ね、でも最近の学生さんは英語も数学も嫌いな人もいるんだけど、どうしますか。いや、あの数学はですね、論理的に考えていけば答えが見つかるんですね。だけど物理はあのちょっと違って、大学に入った途端にすぐ分かるものではない。何か言ったらあの事実の積み上げがあるといるんですね。数学だとかそういう準備がないとあの物理は入っていけない。だから大学に入って物理は大体高校の委員長みたいなの面白くない。最初からそうね、その数学っていうのは、まあ、今言ってみればその全ての学問の基礎中の基礎でもありますよね。そ
そういうのはしかしながらなかなか最近の学生さんはその数学っていうのはすぐついていけないっていうふうにいろいろ学生さんもいまして、でもうちの大学ではそれで数学とそれから物理をですねちょっと一緒にしたような形にしまして、割とその例えばこう振り子をやるときにですね振り子の長さを半分にするとですねどういうふうに振れるかっていうようなことから、割とその実際の生活から何かその得られるものは何かってそういう教育などをですね少しやるようにしておりますけれども、まあ、それでうまくいくといいなとは思ってるんですけど、それからだいぶ時間がこの あれですけど、それから早速ですけれども、まあ、それで当然そうすると理論物理学の方に進まれたっていう経緯は、その坂田先生ですよねのことがありましたから、割とすんなりそれは決まったわけでございますか。私は大変浮気症だもんですから新しいものを学ぶとそれが面白くなるわけですね。で大学に入った時もパーセプト論という人工知能 のモデルみたいなものを勉強していて、それを専門にするんだと騒いでたことがあります。でそうしたらですね運よく米軍がですね潜水艦を敵の潜水艦を見つけるのに音を解析する装置に使えるというので軍事研究になって出てこない。だから勉強しようにも材料が出てこない。じゃあというので他に変わりました。でその時に、私の大学はマスター論文を書いた時に実験系は早く研究室決めてしまうんですけども、理論はそんな早々と決めるものではないというので、1年マスターの1年間は理論の全教室も3ヶ月ずつに回っていく。でその時にそれ周りを終えて2年生の6月ぐらいかな、その時にどういうテーマでマスター論文を書くかということを決める。でそれで自分のテーマを持ってない人は、研究室が出したメニューに選べた。で自分がすでに何かこういうことをやりたいというのがあったらそれでやると。で私はその当時考えていたのはとんでもないことを考えてたんで、素粒子の世界には、強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用とあるんですけども、強い相互作用は強い相互作用というだけあって、相互作用の結合乗数ですね、これが大きい。だから接動計算ができない。でそれでどうしてた計算のしようがなかった。じゃあ、結合乗数で微分したら、大きな、それでも、1のオーダーになると。で閉じた方程式を作ってそれを解けばいいじゃないかというのでそういうことを考えてました。でこれ間違いというか相互作用をカップリングコンスタントで微分するとですねマイナス無限大がプラス現代の時間までみんな絡んでくるんですね。解けるわけがない。けどなんとかなく格好つけて出しました。そしたらこんな変則なことを考えている研究室はないと。けども坂田研究室行けばあそこは何でもありだと。何か言ったら未知のものを研究してるわけですね。物性論だったら分かってる方程式からをベースになんかいろんなことを計算する。しかし素粒子というのは分からない。素粒子がどういう素粒子があるかというと分からないから研究している。だからあそこ何でもありだと、あそこは掘り込めというので掘り込まれました。あ、そうですか、分かりました。今の、ね、物理の非常に詳しいところは私よりちょっとなかなか、ね、討論できないところがあるんですが、ちょっと
私どもとのバイオの実験をやってるのはどうしてもですね、どうしてもちょっと伺いたいことが一つありまして、つまり何か私の方は何かをこう言うときにはですね、やっぱりいろんな実験をやりまして、ね、実験をベースでその結果を見てからこう結論を考える、これがまあ普通のやり方。ただ増川さんの場合はですね、何かその最初にその理論を構築されるというんですけれども、それはやはりそのなんかやっぱ実験がベースにあるものなのか、あるいはその実験なくてこう最初にから考え出されていくものか、そこちょっと私がね、はい、非常に信じてやはりね、実証科学ですからね、実験がベースなんです。あ、そうですか。だから一番最初はこんなへんてこな現象が起こっていると、で、まあ、少しずつ分かってくる。でそうするとそれにをベースに理論的に解析する。そうですか。で解析する。そうするとその理論が合ってるかどうかということはまた実験であった。なるほど。だから実験理論実験なんです。そう、繰り返しになるわけですね、はい、それで最初増川さんがそのコーク素粒子が今それまで4つぐらいあるだろうということだったんですけど、どうしてもそれは解けないと。それでじゃあ6つでっていうようなことをこうハッとひらめかれたんですけども、そういうその研究者にとってですね、そのひらめきっていうのはすごく大事だと思うんですが、そういうのはどういう時にそのひらめくものでしょうか。いや 僕の場合はですね、数学だったら一般論を考えればいい。だけど物理は項目が100個あって、でそれで面白い理論ができたってダメなんですよ。100個現実なければ。だ当時は項目は3つまで見つかっている。で4番目の項目があると面白い理論ができるなということが言われていた。だから4つでまあ、その一種の世界で、まあ、実験さんが見つけた CP 対称性の破れという現象があるので、それを4つの項目で説明できないかと思って始めた。だどうしても言ったの、僕がへんてこな理論を作ると小林君は実験まで分かるのは博識なもんだから僕が作って持っていくとダメですとかで片っ端から壊してくれる。で僕の場合はどうしたかというと、これは項目4つで CP 対称性の破れという現象を説明できると思ってやったけどもダメでしたという論文を書いてもう終わりにしようと思う。でそういうのを諦めるのに一番都合のいい場所は各家庭に2つあります。狭い場所で、僕の場合はお風呂で、そこのところでこれは CP 対称性の破れは項目では説明できないということを論文書いて終わりにしようと。そこで立ち上がったわけです、お風呂の中で。そうしたら何もそんな格好の悪いことや、だから項目4つではダメだということを諦めたわけですね。これが重要だった。で立ち上がった時に何もそんなダメでしたなんて格好の悪いね論文を書かなくても6つにしたらねうまくいくじゃないかと。だから読んで補修してたんだけども、読んでいろんなことはもう計算してあるもんだから6つにしたら偶数でないとダメな、チャージがこう1違うペアがいる、プラスのものとマイナスのもので、まあうまくいかんという論文を書いても終わりにしようと、もう嫌だと。で立ち上がったら、そんなことは格好の悪い論文書かなくてもね、6つにすればねうまくいくというじゃないかと。それはもう読んで十分考えてあるから指折り数えるだけで分かる話。だから実際に翌日京大に出て行って、小林君と、いや僕の方が少し大学に早く着くんですけどね、小林君が来たもんだから読んではダメだなんて格好の悪いことやらずにね、6つにしたらうまくいくという論文を書こうじゃないかと。だから小林君ももう同じような答えにも近づいてたんでしょうね。
だからほんの少し考えて、そうですねと言って、でそれでそこから先はまあ、物理の世界にはね、ハードワーカー、他の分野でもあると思うんですけど、まあ、ハードワーカーってことは非常にエネルギッシュにいろんなことを、で我々はソフトワーカーって言葉はないらしいでネイティブの人に聞いたけどそんな言葉はないです大変ソフトワーカーなもんだから、5ページぐらいの短い論文なんだけども、僕が一月かけて日本語の下書きを作って小林くんに渡すと、小林くんは名古屋が実家であるもんですから、名古屋に夏休み帰って、一月かけて僕の書いた日本語版を英語に訳して、で8月の終わりに持ってきて、でそれで湯川研究所に曲がりしているプログレスという雑誌のオーブン雑誌の発行元に持って行って、それでもう僕は二度と再び CP 最終戦の破りは手を出しませんでした。あと熱心にやってくださった人もいますけども、今のお話で小林さんという名前が出ましたけども、まあ、この方は増川さんと一緒にノーベル賞をね、もらわれた方で、その方と、まあ、いろんな形でこう議論しながらこう進めていかれたということを伺いました。確か iPS 細胞でノーベル賞をもらった山中さん先生もね、その一緒にやってこられた、まあ、高橋さんという方だったかな、一緒にやってる、その方が非常によくやってくださったから、うまくいったというお話しておられましたけど、このやはり増川さんの場合もそういう一緒にやるというか、その助けていただけるって、そういう方がやっぱり近くにあるってことは、やっぱり非常に良かったということでしょうか。異質な考え方がやっぱりぶつからないとダメなんですね。やはりこれにもちょっと これが自分の力の磨き方の中にもですね、やっぱその議論することが大切だということをこう書いていらっしゃいますけど、まさにそういうことなんですね。例えばですね、院生の人がに向けて自分の考えたことを話をしてると しますね。でそうした時にね、その人が何も僕の話してることに不思議に思ったわけではないんだけども、首をかしげてここら辺を貝から書いたんだけだと思うんだけど、そうするとですね、俺変なこと言ったかしらという自分に跳ね返ってくるんですね。だから人と話すってことは非常に重要だと思いますね。議論ということは何も優秀な人と議論する必要も必ずしもない。院生に対して話をしていてもその跳ね返りはある。それは先ほどもう先生である3という形で名古屋にいらっしゃった時もね、その大学院生であれ、まあ、先生であれ、お互いに3付けで言うということが、坂田先生だけはダメ坂田先生だけはダメ美味しいのそういうことがやはり非常に大切だというようなことで、まあ、私どもその、まあ、議論するということは特にともするとですね、ちょっと日本なんかの学会なんかでですね、何かこう発表があった時に、そしてこう質問してですね、その何かこう話すと、あたかもそれはですね、それに説に反対してて、なんとなくその感情的にですね、こうなんだかその敵対関係になるような、そういうその何て言うか日本人の文化みたいなのあるように思うんですけれども、やっぱそうじゃなくて、やっぱちゃんと きっとその議論することがいかにその大事で、はい、そのことはお互いに両方ともですね、やっぱり理解していないといけないという、そういうことなんでしょうね。ちょっと物価的にその辺私もですね、外国に行くと結構その話す人もですね、割と丁寧に質問されるし、まあ、それでいながら非常にうまい具合にその議論が進んでいるというのを感じるんですが、でも日本だとなんとなく質問するといかにその相手の言ったことを間違いだっていうふうにこういうふうな論調になってしまうな、あれはあんまり良くないんですよね。そうですね。議論の仕方っていうのもきっとこうあるんでしょうね。
それからの、これはそのやはりその自分の才能に気づくというこれはのその中でですねやはりその読書が非常に大事だということを繰り返し述べていらっしゃいますけどもこれはやっぱ どんなふうなことでしょうか。最近あまり読書をしないようになって、なんだろう、新しい知識というのは基本的には本で入ってくるんじゃないでしょうか。だからあのディスカッションも重要なんだけども、あの入ってくる量が違うと思うんですね。それも入ってきたものをベースにまた友達と議論するということは意味があると思いますけども、基本的には外界とつながっていくのは活字であると僕は思います。最近あのなかなかそのいわゆる新聞、今のですねあの若い方は新聞なんかあまり読まないとか本はあまり読む時間がないとか、まあ、それだけまあきっと忙しいんだろうと思うんですけども、結構そのねあのスマホがなんかに、ね、そちらの方に結構時間が取られるということがあるかもしれませんが、やはりなんかやっぱりそういう活字を見るということはその単なるその一つの限られた情報をこのスマホで見るんじゃなくて、かなり広いそのいろんな情報を同時にこう見るという、そういうことがまた違うんでしょうか。だからなんて言うんでしょう、本は繰り返し読みますね。前読んでたところは何の気なしに過ぎたけども、後の方読んでみると気になって前に戻ってみるとか、だからそういう繰り返し検討できるというようなところは僕は本が、まあ、優れているところだと思うんですね。で、あれ面白いことにですね、若い頃によく経験したんだけど、難しくて読めないものも半年後に読んでみると読めるんですね。これ何か言ったら多分その半年の間に別の知識が付け加わってる、他の本を読んでそれある程度他のことが分かったとかで、確かに時間安倍次郎さんの三太郎に来てありますね。で高校生のあれは必読書だったもんだから買ってきて読んだ、初め何回であるか分からない、後でしばらく経って読んでみると読めるんですね。だそれだけ時間の経過というものが新しい知識を身につけさせている。だから本はある程度、ね、寝かせるということが大事だと思います。そういうことですね。それからやはり中でですね、やっぱり一つの面白いと思ったことにやはりその集中してやるということが自分の場合夢を実現するために必要だと、できるだけそのあまり広くすぐ広くじゃなくてかなり一つのことを深くやることによって他のことが理解できるということを書いてらっしゃるんですけども、それと同時にですね、それを1とするとあと 0.5の分、何かというと全然別のこともやった方がいいってそんなことも書きましたですね。それはどんなことでしょうか。いや日本の格言に井の中の蛙大海を知らずという言葉がありますね。であれ井戸の中だけに入れといたら1メートル四方ぐらいしか世界がない。でしかしその蛙カエル蛙をつまんで井戸の横に置いてやる。でそうするとそのカエルは1メートル四方だけのところが世界ではなかったんだと。でしかしちょっと横見るとですね、まだ空間が広がってる。だから第三の道としてがあるということに気がつくんですね。だから異質なものを少し付け加えを入れてみると、そこに弁証法的な運動が生まれる。だから僕は
若い人によく言ってるんだけども、あの 1.5 ぐらい、あの1と1のことを、ね、やったら、ね、これどっちつかずになりますね。だから専門的にしっかりやることと、それから 0.5 ぐらいで少し違った学問をやってみる。でそうすると第三の可能性も気がつく。だから人間の幅が広がるんだと思いますね。やはりその専門の方にもやはり何かの形で生きていくんじゃないか、はい、ということなんですね。だから先ほど読めなかった本が半年経ったら読めるようになったというのは、そういうことだと思うんですね。それからあのちょっと似たようなことかもしれませんが、結構その深い時にその無駄をした方がいいと言うんでしょうかね。なんかそういうこともちょっとおっしゃっておられますけども、あれはどういうことでしょうか。いや、あの、まあ、ほとんど同じことなんだけども、あの私の出た名古屋大学の坂田研究室というところはへんてこな格言がありまして、あの坂田先生が言ったわけじゃない、我々仲間内で言ってたんだけども、二足のわらじが履けないようじゃ男じゃねえって、最強男じゃないって言ったらいけないらしくて、パーソンじゃないと言わなきゃいけないらしいんだけど、あのそういう格言がありました。だから積極的にあのそういうあの異質なものも自分に取り入れてみるというようなことは一生懸命やってましたね。だからあの無駄なことでなんだけども、小林君と議論してる時にもちゃんと組合活動もやってました。あの秘書の人の雇い止めという問題があって、そんなバカな話があるかというの で若手のあれ論文までタイプしてくれてるのにね、それを教授の都合だけであの首を切るって何事だというので、あの六法全書を持って行って、それも、国家公務員法99条それを示して机をダーンと叩いて、首切ったってのが許さないってやってました。なるほど。それであの先ほどですね、まあ、あの数学の方は元からお好きでということも伺ったんですけど、まあ、人によってですね、人それぞれこう違いますわね。それぞれあの私はいつもあの学生さんに言ってるのはですね、まあ、その、お父さんとお母さんからですねこう遺伝子をこう受け継ぐわけですね。それと染色体がっていうのがありまして、23本ずつ受け継ぐんですね。でそれの組み合わせをですね、まともそれはまたあのおじいさんおばあさんが来てるわけですけども、そうするとですね、その組み合わせが1つの染色体について2通りありまして、で46本ですから 2×2×2 の46乗があるわけですね。それからまたその染色体同士がこの組み替えが起きますから、1つ起きただけを考えてもですね、その通りを入れますと2の46乗はだいたいその70兆ぐらいになるんですけども、でさらに70兆のさらに70兆倍っていうのはもうとてつもないその組み合わせになりますね。だから一人一人皆さん本当にみんな違うその、違っていいんだというか、そういうことはあるので、それぞれのまあ強みがこうあるだろうと、そういうその自分の強みにですね早く気がついて、そしてそれを伸ばしていくというのは非常にいいんじゃないかということは、あの書きになっている中にもね似たようなことがありまして、ああなると思ったんですが、じゃあそのためには自分のその、自分力っていうんですか、自分の才能に気がつくためにはどうしたらいいかっていうことについて何か、うん、だから何なんでしょうね。根本はね、あの遊びを恐れない、一つのものに集中するだけじゃなくて、ちょっとあの寄り道をしてみようかという、あのそういう心の余裕が僕いるんだと思いますね。そうすると例えばあの一郎に憧れて、でなんか真似をしてるわけですね。でそうするとそのうちにあの自分が実は打者よりは
キャッチャーの方が向いているというようなことを体験することがあるわけですね。でその方が面白いと、キャッチャーだったら自分以外のね8人の人に指令を出してポジションを変われと、この打者はねこういう性質持ってるからって、ね、そういうことに目覚めることもあるわけですね。だからあんまり俺はこれが好きだというので早々と専門を決めてしまわずに、ある程度自分の好きなものをベースに研究なら研究みたいなことを始めるのは重要なんだけども、その専門をあんまり早々と自分の専門を決めない、心に余裕を持って多少は寄り道をするぐらい の遊び心が僕あった方がいいんだと思います。で「フラフラの勧め」という本があるんですけど、あれ本来の名前は「浮気の勧め」。そうしたら本屋さんから怒られた。これは15歳のね人も読むんだから、そんなことを言ってもらって困りますというので本屋さんに直されました。だけど浮気ということはそんなに悪いこと、男女のことだけを言ってるんじゃないと思うんだけど、だから本来はこちらをやるんだけども少し心に余裕を持って他のことも手を出してみると、それぐらいの意味だと思うんですけどね。僕の誤解でしょうか。日本語ではそんな意味がないなんて言う。浮気ってことを聞くと何とかドキッとするような気がする。いや言いませんか、なんか一生懸命これやってるんだけども、少し外れたことをねやるときにそれ浮気心とか、ああそうですね、そういう意味であったらね、あはいはい、確かにそういうことが大切だって本屋さんに叱られました。そんなこと言ってもらって困ります。教育上よくあります。おそらくだから一つは自分が好きだっていうことはまず一つあるんだろうと思うんですが、でもそれが本当にその人に向いてるのかどうかっていうことは、これは何かでやっぱり気がつかせてもらわないといけないんですよね。そうですね。それだから今おっしゃったように浮気心いろいろやってると、そこでいろんな方がですねそういったことを外からこう何かこう教えてくれるっていうか、そういうことで決まってくるっていうことなんでしょうかね。はいはい、それからいろいろ、ちょっと時間がだんだん足りなくなってきましたねですけども、これからですね、特に若い方に対してですね、変わってほしいというようなことについてぜひ私はそういう質問があった時に必ず言ってることは憧れとロマンだと言ってるんですけども、例えば授業で先生がなんか脱線してなんか他のことを言うと、アインシュタインは天才だと、動いてる人と止まってる人で時計の進み方が違うと言ってる。それを聞いた時にですね、そんなバカなと思うでしょうね。バカなと思ってもなんか世の中の学者はねそれに反対していない、それを信じなきゃいけない理由があるんだと。だからそういうアインシュタインを天才だと思って憧れて、そしてそれドン・キホーテが騎士道に憧れて旅に出たと。ドン・キホーテが、ね、成長して帰ってきたかどうか知りませんけども、僕は必ずそれ旅に出ればね普通の人間だったら成長すると思うんですね。いろんなことを経験して新しいものを身につけて、だからそういう意味で僕は若者にはぜひ何かに憧れてほしい。で憧れたら必ずそれに近づこうと思ってね何かを始める。でこの始めるということが重要なんだという場合に思っています。
なんか新しいことを始めるということに関して、ね、これは若い方もですね、あとはまた年の方も特に年齢関係なくそういったことが大事じゃないかというふうにおっしゃるわけですが、なるほど。それからまあ、その特に若い学生さんということですけど、あとその研究者、科学者っていうんでしょうか、そういうその、私のも含めて今のその研究者に対して望むことっていうんでしょうかね、そういったことをまたぜひお聞かせいただきたいなと思っていまして、この辺のことにつきましても益川さんの方はかなり持論がおありだと思いますし、ぜひ一言いただければと思いますか。なんだろう、時間が経つごとになんか忙しくなってるからあんまりこんなこと大きな声は言えないんだけども、なんて言うんだろう、日銭を稼ぐみたいにここルーチンワークでやってる中で少しこれなんだろうということを見つけたらそれで遊ぶ、何も出てこないか分からんけども、ひょっとしたらこれダイヤモンドかも分かんないと。でそういうものをに敏感に反応する心の余裕が僕いるんだと思うんですね。最近はそれだんだん難しくなってると思いますけど、必ず5年のプロジェクトに申請書をかけと、応募せよ、それで通るとですね、しかしお金は半分しか上げられないから計画を縮小したものを作れと、そしてそれを出すと1年経つ、そうするとどこまで進んだか中間報告せよというような形で非常に研究生活というのが忙しくなってる。だからやはり自分で努力して多少遊び心っていうかそういうものを心に余裕、遊び心って言ってよくないから心に余裕を持ってこれは大物かもわからん、ダイヤモンドかもわからんというのに出っ壊したらそこで少し遊んでみることも僕は重要なんだと思いますね。だからそれと文科省が言うところのルーチンワーク的なああいうプロジェクト研究とどういう延長をさせるかということは大変大きな問題なんですけど、一番最初はやっぱり心に余裕を持つことで、多少ね遊んだところでね研究で大きなマイナスになることはないと思う。むしろ僕はプラスになる方が多い。だからそういう研究面で心に余裕を持ってこれはいけるかもわからんと思ったら多少冒険でもやってみるぐらいの心の余裕が僕必要なんだと思いますね。いや本当に最近大変忙しいということはまさにおっしゃる通りで、特に大学なんかでっておりますと、研究と教育両方ありますとね、なかなか忙しくてなかなかその余裕がなくなりがちですけれども、おっしゃったように何かでも新しいものを見つけた時にひょっとしたらそれがうまくいくかもしれないということを信じて、やってみるというようなことなんでしょうね。なかなかそういうその遊び心と申しますか、そういったものがいろんな局面において大切になってくるのかなというふうに思いました。それからおそらくそれからいろんな著書の流れですね、やはり昔益川さんが戦争の時にですね、ご自宅になんか焼夷弾が落ちて、たまたまその焼夷弾が爆発しなかったから生きておられたって、そういう記載があって、そういうことから考えるとやっぱりその
平和といいますか戦争がないその社会にしていかなきゃいけないという、まあ、本当にこう真摯なあの、体験からのことだろうと思うんですけれども、まあ、こういうその今は世界的にいろんな紛争があったりする中ですけれども、まあ、どういうふうにしていったらこの世界平和というものを達成できるか、まあ、音楽その自分学園の方も、まあ、平和とヒューマニズムは何よりも尊い、それをその、我々は思考する行動する思考人としてやっていかなきゃいけないんじゃないかって、それがずっとその戦後1946年からこうずっとこうあるわけですけれども、そういった歴史を振り返って、まあ、これからのまた若い人とかなんか、ね、これからの社会を、ね、支えるような方のためにも、まあ、子ども孫そういったあの方にもですね、やっぱこの社会を受け継いでいく必要が、まあ、あるだろうという、そういうあの、まあ、責任といいますか、そんなあの方面からのご発言だと思うんですけども、それに関してまた一言ぜひ。僕はよく言うんですけども、戦争は200年経ったらなくなると言ったら、おおむね僕の友達は「マスカお前頭悪いんじゃないか」ってバカにされました。でしかしね、平和の問題を考えてみるときに、歴史をやっぱり100年200年の単位で見る、現実のその世界を見たら、そんな戦争がなくなるなんて思えない。しかし現実に100年単位で見るとこの世の中は進歩してる。19世紀までは王様がいて、その俺のところのおじいちゃんの代はあそこは俺のところの領土だったと、取り返そうと戦争してる。でしかし20世紀に入ると近代国家ができて、そしてその近代国家は領土拡張に走る。だから王様のあれじゃなくて国の欲望で戦争が始まる。でしかし1945年に第二次世界大戦が終わりました。日本は負けましたけど終わり。でその後世界大戦みたいなことは起こってないんですね。だからそういうあんな大規模な戦争を大国がやるということは許さないような社会が出来上がって、で今でもそういうゲリラとかいろんな宗教上の争いはありますけども、そういうものも100年単位で見てみれば基本的にはできなくなりつつある。だから歴史をやっぱり大きな単位で見る、100年200年の単位で見たならば必ず人間と社会は進歩しています。僕はそれ信じたいと思います。分かりました。まあ、本当にいろんなことを経験されていた松川さんの話だと大変よく落ちる、よく分かるような気持ちがします。私も前ちょうどお年からしますとですね、増川さんも私は1年後輩なんですね。まあ、そういうことを考えますとですね、結構その共通に感じるところもございまして、今のお話は大変嬉しいなという思うようなお話だったわけです。で、あと増川さん、いろんなところでまあこう講演とかなんかなさっていらっしゃると思うんですけども、何か健康法とか何か気にされてることありませんか？健康ですか？健康、はい、健康に悪いことばっかりやってます。あ、それが健康。夜更かしはするわ。お酒は好きですから。あ、そうですか。ワインは フルボトルがありますね。そうすると女房に4分の1をやって、そして口出しできんようにしておいて、残りは私がいただいてます。で昔はなんか休肝日を作れとかなんとかいうもんだから作っていましたけども、それはいつの間にか廃止になる。
主にどちらかというと洋酒でしょうか、あの日本酒ですか、両方日本酒と洋酒。やばい、赤ワインの方がやっぱりワインがよろしいんですか。あの特に赤ワインのがいいというんじゃないんだけども、はい、女房によればあの赤ワインの何とかが入ってるからよろしい。ラスベラスとね、なんか長生きの何とかって言いますよね。いやだからあの女房と乗らせるために赤のがいいと。分かりました。ということで、何かいろいろお話伺いたいことまだどんどんあるんですけど、ちょうど時間が来たようでございまして、あの今日はあの増川さん大変のお忙しいところですね、非常にその書物に書いてあるその裏のところまでも含めまして、なんていうか私のためにあのいろんなことを教えていただきまして本当にありがとうございました。またあの今後ですね、まあ、ますますいろんなところでまたあの活躍になると思いますし、あの著書の中にもですね、今後もまたどんどんまだやりたいことがいっぱいあるというふうにこう書いてありまして、またその憧れといいますか夢がどんどん広がっているようでありますので、我々もぜひそういったものをですね、伺いながらですね、自分たちの自分力を、まあ、高めていくという、そういうの参考にさせていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。どうも。どうもありがとうございました。それでは最後に宮田さんの学長より閉会のご挨拶を申し上げます。皆さんの長い時間どうもありがとうございました。長浜バイオ大学で初めてですね、このバイオセミナーということがあります。それからこの人文学園の70周年というこういう機会にですね、初めて、まあ、このノーベル賞級の方に来ていただくことができまして、大変私とも嬉しいと思っています。そして、まあ、先ほどからもですね、若い人に対するメッセージはですね、これ若い人って若いというのはきっとこれは、物理的な年齢だけじゃなくて、その気持ちが若い人ということでありますので、私もですね、なるほどなるほどと思ってこれを参考にさせていただきたいと思います。それであの、まあ、長浜の地にですね、本学が開学してから14年目になりますけれども、まあ、ぜひ私どもの大学ですね、これあの大学ですからその人材育成ですね、これ非常に大事であるということをあの踏まえまして、これからの教育の方にもですね、ぜひ今こういった今日あったようなことを生かしていきたいと思っておりますし、それからまた地域の皆様にとりましてもですね、まあ、長浜バイオ大学がこの地にあってよかったと思っていただけるような大学にしていきたいと思っておりますので、またいろんな形でご支援いただけますようにお願いしたいと思います。で今日は本当にどうもありがとうございました。